中年オタッキーです。ツイッターとかね、僕のツイッターをチェックしてる人はよく分かってると思うんですけど、結構ね激務になってまして、事故に巻き込まれそうになったりなど結構疲れてます。今日どんな話題にしようか、ずいぶん悩みましたけど、まあ雑談に近い形になっていきますかね。まあ、先日、まあ、このカメラね、マミヤのね RB67 でねモノクロ撮影をして、現像してきたんですけどね、その作品とか作例とかもまあ一応紹介はしますけども、テーマを絞りきれてないですそんな感じでね、ちょっとどうしようかなって感じの、回になりますが、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、本編入っていきます。ツイッターとかね、僕のツイッターとかチェックしてる人は分かってると思うんですけどね、結構ね過酷な状況になってまして、まあ、事故に巻き込まれそうになったりね、渋滞に巻き込まれたりね、まあ、GoTo トラブルね、トラベルですかの影響でね、乗用車がものすごく増えてまして、それが渋滞の列を長くしたりね、故障車渋滞を作ったり、まあ、いろいろあって、結構過酷な仕事になってるんですけどね、まあ、仕方ないんですけどね。で今回はね、まあ、このカメラでね写真撮ってきたんですよ。これ以前ねご提供いただいたマミヤのね RB67 っていうねカメラ、これもうちょっとね取り込んでみたくなって、もう画質がとにかく圧倒的なんでね、最終的にはねベルビア50とかをね装填して撮っていこうと思うんですけども、今回はね、B&H フォトから個人輸入したね、モノクロフィルムでね撮影してきたんですよ。で、アリスタエリオ400っていうフィルムを使ってね、スナップ的な写真を撮ってきたんですけど、まあ、コストを下げるために、ね、その自家現像、まあ、コストっていうか期間もね、ブローニーをラボ出しするとね2週間ぐらいかかってしまうんで、自家現像するとねその日に出来上がるんでね、まあ、現像タンクもね入手できましたしね、自家現像やってみようということでこれを使って自家現像したんですよね。これがね大失敗しまして、これねベルト式現像タンクっていうんですね。これね、よっ、これベルトが入ってるんですよ、透明のね。よいしょよいしょ。これどう使うのが正解なんだろうな、よくわかんないんですけど、このベルトにね、フィルムをね巻きつけてこういくんですよ。で、これ波打ってるのが見えますかね、このベルトがね。ここにねフィルムが乗っかるんで、隙間ができて、で現像液が回るっていう仕組みになってる。まあこれ要はなんか慣れたらねこれすごい安定していいよ、綺麗な現像ができるっていう話なんですけど、もともとねその高校生の時にもね1回だけねこのベルト式で 35mm フィルムを現像したことがあるんですけど、その時にも大失敗してね、それ以来ねもう苦手意識ができて使ってなかったんですね。でねその時はどうしたかっていうと、こちらね、これがねこれ片溝式のリールっていうのになりまして、これなんですけどね、この溝にねフィルムを引っ掛けてね、これくるくると巻いていく、システムなんですけど、これ巻きはね慣れればね比較的簡単なんですけども、現像中にねフィルムがリールから外れたりするトラブルがたまに出るんですね。で先輩はね多分そういうトラブルがあるから、ベルト式をね進めたんだろうけどね、そもそもベルト式の巻き加減が分かんないんで、もう現像ムラ作っちゃうんでね、失敗したなんで、ちょっとこれ敬遠してたわけなんですけど、たまたま入手したんでね、これを使うしかないんで、これしかないんでね、ブローニーのねフィルムの現像のねするときはね、でね、まあ RB67 なんで、ブローニーの120フィルムで10枚撮影できるんですけど、まあ見れる状態だったのが5枚だったんですね、たったの5枚。まあいい写真もあんまなくて、まあ、とりあえずね作例をお見せしていくんですけどね、
まあ、この作例なんですけどもね、まあ、平凡な写真といえば平凡な写真なんです。あの、400のフィルムでね、これ撮ってるんですけどね、まあ、400のフィルム、これはちょっとね、これものすごい露出アンダーなんですけどもね、400のフィルムにしてはね、高精細なのがすごくわかると思います。大した写真は残ってないんですけども、これはいいぞっていう写真が全部ダメになっててね、これね、どこにあったっけかな、よいしょ。これがね、現像上がったやつなんですけども、現像液の流れが悪くて、もう一部はね、これ、完全にね、あのフィルムの 面が残っちゃってますよね。で、流れが悪いということで、そのめちゃめちゃ現像できてる部分と、その現像できてない部分がね、いっぱいできて、まあ、現像村らしき現像村はね、今見た中ではあんまりはっきり分かんないかもしれないんですけども、綺麗に現像できた面とできてない面ができてしまったんですね。これ、僕はベルト式のね、その現像タンクを使った、リールを使ったのは2回目なんですけども、頻繁に使ってある方でね、なんかコツとかね、わかる方があればね、その巻き加減ですね。もう巻き加減がわかんないですね。強く巻いたらいいのか、緩く巻いたらいいのか、ちょっとよくわかんなくて、まあ、現像村作ってしまったんですけどね、まだね、ブローニーのね、モノクロフィルムまだあと4本ありますんで、頑張ってね、次こそは成功させようと思ってますけどね。まあ、最終的にはね、自家現像になっていくと思うんですね。まあ、カラーもそうですけど、まあ、将来的にはその、現像がなかなかできないような状況になっていくと思うんですね。まあ、これは、すぐにはならないでしょうけどね。最終的にはそうなっていくと思うんですね。もう、フィルム写真をね、やってる人がすごく少なくなっていってるんで。ここからね、超えなければならないハードル的に感じております。まあ、僕の場合はね、今動画をやってて、そのコストを下げなければいけないっていう、ところもあるんですけどね。次回こそはね、マミヤ RB67 でね、モノクロ写真ね、絶対成功させようと思ってます。で、マミヤ RB67 はね、その、まあ、リバーサルもね、そろそろやろうかなと思ってるんですけど、なぜこのね、フィルムバッグがね、外れると。これが素晴らしくいいんですよね。これ、寄贈された方はね、もう一個フィルムバッグをね、今後ろに積んでますけど、いただいたんでね、まあ、例えば、モノクロでね、撮影してて、で、あ、カラーで撮った方がいいとこがあるなって言ったら、このフィルムバッグを交換したらカラーにできるんですよね。このカメラなかなかね、まあ、スナップ撮るには重いですが、重くてでかいですけどね、いいカメラなんだと思います。いろいろとねできるんでね、で、ね、紅葉のねニュースが、ぼちぼち入ってきてますけどね、今年の紅葉はねこれでねベルビアでね撮ってみていいのが撮れたらねドーンとお見せしようと思っています。はい、今日の動画ね、こんな感じなんですけどね、で、まあいろいろなカメラで撮ってますけど、今進行中なのがね、このオリンパスのね OM2N でバビロン13ですか、ちょっと前にねニコン F フォトミックでオートニックコール、50mmF1.4 で撮影したやつと同じフィルムで撮ってます。で、これが取り上がったらね、そのニコン F の写真とね、比べていこうと思います。随行のね、50mm1.4、まあ、こっちはマルチコートですけど、どんな差が出てくるのかというね、オリンパスのレンズ、なかなかいいんでね、解像度といえばニコンですけど、オリンパスも負けてねえぞっていうね、感じがしてますね。で、紅葉の時期が来てますんでね、ニコン F2 フォトミックとこのキャノン F1 で、カラーネガフィルムを装填して、まあ、紅葉の季節を中心にね、カラー写真対決ですか、ニコンとキャノンの、カラー写真対決なんかもやっていこうとは思っています。はい、今日の動画はねちょっと雑談的な感じになりました。ここからはね、視聴者様の投稿、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品投稿のコーナーですね。トップバッターがね、和賀さんで、2枚組写真になりますね。タイトルがね、落日の上越。カメラニコン D70S、1855ED2 ですね。
新潟出張の際に夕方にね海岸にたどり着くよう仕事をし、撮影した、ということでね、まあ、縦位置と横位置ということなんですけどね、これ素晴らしい夕日ですね。これ日本海のね夕日ってね本当美しいことが多いんですよね。僕もねその仕事でたまにね上越から福井方面とか走るんですけど、とにかくね夕日が綺麗なことが多いです。不思議ですよね。空気が綺麗だからかな、これなかなかいいショットになってます。特に2枚目のね、人影がちょっと映ってるんです。僕これを横位置で欲しかったかなって感じがしますね。はい、和賀さんありがとうございます。次がね初投稿ですね。これダムお猿さんでいいのかな。タイトル2枚ですね。1枚目がねねじ巻き城、2枚目が小さなツツジということでね、小さなツツジですね。カメラがねコシナ CT1EX、レンズがねリケノン 50mmF2XR じゃない富岡じゃないやつってことですね。フィルムがロモグラフィーの、ロモクロームメトロポリス東京っていうね、カメラの北村とタイアップしたこれ製品なのかなを使っておられるようです。で作品なんですけど、この面白いこれ何なんですか、ラブホテルか何かですか面白い形のねねじ巻き状ということで、これねで注目してるのはこれ2枚目なんですね。富岡じゃないね 50mmF2 ということなんですけど、これ今の見事なぐるぐるボケですよね。これぐるぐるボケが発生してます。面白いボケが発生してます。解像度はねそこそこみたいですけどね。でこれね嫌がる人も多いボケなんですけども、これをねうまく使うとね面白い写真が撮れるんでね、このレンズ案外遊べるかもしれないですね。はい、ダムお猿さんありがとうございます。またね次もねよろしくお願いしますね。次がねテラーさんの作品ですね。タイトルがね視線ということでね、カメラがね富士フイルムの X Pro 3、レンズが XF35mmF2.0、アクロスシミュレーションなのかな、で作品なんですけども、これはかっこいい写真になってますね。モノクロ写真でねこういうのをねわざとねちょっとアンダーっぽくね雰囲気を出す写真、なかなかいい作品になっております。タイトル画面もちょっと考えたけど前回のが面白すぎるんでもうちょっと使わせていただきます。テラーさんありがとうございます。次がねシエンさんかな。シオンさんだ、ごめんなさい。ゾルキ4で撮ってまいりましたということでね、2回目かな。カメラがね、ゾルキ4、レンズがね、インダスター 50mm、フィルムが富士フィルム記録用100ということですね。で、2枚なんですけども、やはりね、インダスター50、なかなかいいですね。インダスター50ってね、プラナのコピーになるんかな、エルマーじゃなくてプラナのコピーなんですね、あれね。でも僕も持ってますけど、なかなかいい写りです。これ特に2枚目なんですけど、古いレンズでコーティングもロクスっぽないとは思うんですけども、これ素晴らしい発色で、写っておりますね。なかなかです。ゾルキーね、ゾルキー結構使い、僕はゾルキー3持ってますけど、結構使いにくいんですけど、頑張りますね、シオンさん。また次回作もよろしくお願いしますね。はい、次がね、時神さんかな。時神さん3枚組ということで、期限切れフィルムですね。また期限切れフィルム出てます。タイトルが赤レンガのある風景。撮影場所近所のイオンモールということで、カメラはね、前回と同じくヤシカオートフォーカスモーター D。レンズがね 38mmF2.8 3分4枚のコニカのね、ヘキサノンの OEM という、で使用フィルムがねコダックマックスビューティー400、13年前に期限切れしたフィルムということですね。で写真なんですけどもね、これまあほぼ普通の色で撮れてるように見えますが、ちょっとだけマゼンダに転んでるのかな。ちょっとマゼンダに転んでるようにも見えます。ちょっと僕あんま色が分かんないんですけどね。でも13年落ちのフィルムとは思えない綺麗な写真になってますよね。でね、ちょっと気になったのが、日付が入ってるんですけど、20年10月16日ということで、これヤシカオートフォーカスモーター D か、は平成じゃ2020年問題に対応してるんですね。僕この間 EOS55 のデータバック見たらね、
1994年になってました。なんだって、なんだかな、キャノン頑張れよって感じなんですけどね。ヤシカに負けてるぞと。まあ、ヤシカもないんですけど、あ、ないって言ったらあれになるのか。台湾にね、もうあの、名前だけ残ってる会社になってるのかな。作品投稿のコーナーはここまで。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、ガメラさんからの投稿ですね。おたきさん、こんにちは。俺のカメラに投稿させていただきます。ジャンクからの修理整備済みのトリップ35です。ただいま撮影中、よろしくお願いしますってことですね。トリップ35なんですけど、まあ、散々言ってますけど、これものすごくいい写りするんですよね。D 随行ということで4枚玉なのかな。まあ、言うたらプラナーとかのコピーレンズになっていくとは思うんですけども、これ何ですか、なんだっけ、ペンか、オリンパスペンシリーズと同じ構造で、フルサイズにしたということで、このカメラ非常に写りがいいんですね。マニュアルはね、30分の1固定になってしまうんで、基本的にはいい撮影になるんで、セレンコ電池がね、劣化してると、ね、苦しいカメラにはなるんですけども、とにかく写りがいいということでね、ヤフーオークションとかでも、ね、結構高値になってますね。僕もね、使いたいと思うんですけど、ちょっと使うチャンスがなかなか、カメラたくさんありすぎて使うチャンスがないんでね、使いたいとも思ってますけど、なかなかって感じなんですけどね。トリップいい、すごくいいカメラなんで、まあ、目測ピント合わせっていうことさえね、克服できればね、一眼レフなんか塀でもないっていうぐらいね、解像度の高い写真が、期待できるので、ね、もしね、チャンスがありましたらね、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうかって考えになりますね。はい、ガメラさんありがとうございます。今日の動画はまあこんな感じになります。で、テロップでも流しましたけどもね、視聴者の、カメラプレゼントか、キャノン FT のカメラプレゼントの抽選はね、この撮影時点では、まだアンサーバックのね、期限が過ぎてないんでね、抽選の動画は次回になります。で、次回の動画なんですけどね、何だったかな。そうや、キャノン FP でね、撮影してきまして、コダックの、トライ X400 で撮影したんですけど、レンズがね、FD50mm F1.8 で撮影してきました。その写真をね、紹介しながら行こうと思うんですけど、まだ今回もね、そのカメラもね、あんまり上がりが良くなかったんですね。いい写真が撮れなかった。とりあえずね、ネタもそれぐらいしかないんで、次の動画もね、キャノン FP を紹介しつつ、作っていこうと思います。その時にね、カメラプレゼントの、抽選もやっていこうと思います。はい、今日の動画はここまでです。ちょっとね、さっきまで朦朧として走ってて、仮眠しようと思ったらお腹痛くなって、トイレ行ったら目が覚めてっていうね、悪循環ね。まあちょっとまた走って眠かったら寝ますけどね。今日はそんなに距離走らない仕事、といっても600キロ走るんで、まあ普通の人から考えたら恐ろしい長距離なんでしょうけど、ちょっとだけ楽な仕事なんでね、まあなんとかなるかなって感じなんですけどね。はい、それでは今日はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、高評価、コメントの方どしどし、コメントの方は全く追いついておりませんが、全部コメント回数で覚悟でやってますんでね、コメントね、とにかく面白いコメントもね、結構、あって楽しみになっておりますので、ぜひぜひコメントお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、今すぐにでも押してください。で、チャンネル登録の方ね、まだまだね、募集しております。結構な勢いで増えております。ちょっと鈍ってきたかな、最近ね。チャンネル登録もね、ぜひぜひお願いします。はい、それでは今日の動画はこの辺で、また次回の動画お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。